ランニング食堂です。本日の動画はですね、ついに丸尾マラソンが150人突破しましたということで、ありがとうございます。丸尾マラソン150人突破しましたので、まあ、一つ面白いというか丸尾マラソンに大きな情報がありますと。はい、それがですね、参加賞が一つ増えましたということで、ありがとうございます。協賛していただける企業さんがいらっしゃったので、まあ、そちらの方に、お願いをしまして、参加者の皆さんに参加賞みたいな形で、何かしら協賛いただけないかということで、お話ししましたところ、商品の提供をいただきましたので、そちらを今回紹介したいなと思います。なんとね、太っ腹、めちゃくちゃ太っ腹でね、参加者皆さんに参加賞としてお配りくださいということでご連絡いただきました。ありがとうございます。協賛企業何かというとですね、港製薬さんですね。はい、商品を見せればわかる人いると思うんですけど、まあ、サクッと見せましょう。こちら、はい、ライスキュレ補給食ですね。こちらを皆さんに一つずつ参加賞としてお配りすることが決まりました。ありがとうございます。太っ腹ですね。補給食なので、まあ、マラソン大会に相性がいいのかなと思います。当日参加賞としてお配りさせていただきますので、走る前に食べるのもいいですし、レース中に補給食としてランニングタイツに忍ばせていただいたりとか、ポーチに忍ばせていただいて、食べていただくといいかなと思います。味はね、まだ調整中なんですけど、一応リンゴ味と今回のこのみたらし団子味と梅味っていうのがあるので、はい、それのどれかを皆さんにお渡しすることができるかなと思います。ちなみにこのライスピュレというのはですね、トライアスリートの方が監修されたスポーツ補給食になります。一般的なね、こういったね、あのジェルあるんですけど、まあ、それに比べてこっちはライスピュレに関してはお米由来、お米で作られているので、もう本当に日本人に合った補給食になるかなと思います。なので、なんて言うんだろう、こういうジェルタイプ飲むと、ね、ジェルタイプ食べるとお腹下すっていう方もいるかもしれないんですけど、まあ、こういったライスピュレであれば元はお米なのでお腹を壊すってことはほぼないかなと思います。はい、まあね、あの5択はいいんで、ちょっと味試してみましょうか。これ1袋で100キロカロリーあります。104キロカロリーですね。じゃあこれちょっと食べていきましょう。なんかね、食べ方がねあるみたいで、まあ、YouTube でね調べたらね、こうやって食べてくださいって書かれてたんですけど、ここでこうやって真っ二つに割るんですよ。こうなんて言うんだろう、押し分けてね。でマジックカットだからどこからでも切れるんで、この分けたところで切ると、はい、そうすると二つになるんで、これをそれぞれ食べると、ビュビュビューと、ほら羊羹みたいだね。いや多分ね、羊羹に近いんだろうね。あのエネ餅とかそういうやつに近いと思う。エネ餅とかも確か、あれも多分お餅由来だから、まあ、ジェル苦手な人とかでも食べれるのかな。うん、いただきます。こちら、あ、めっちゃみたらし団子の匂いする。うまっ。あら、これめっちゃうめえわ。てか普通になんかあのみたらし団子食ってるみてえだ。味めっちゃうまい。これエイドに置いてやったらバカほど食うわ。あのね、一般的なこういったジェルタイプに比べてめちゃくちゃね、咀嚼感が強いんで、こう咀嚼することによって唾液が出るじゃないですか。でその唾液が出ると、その唾液には何だったっけな、なんか活性酸素を除去する能力があると言われているみたいですということで、まあそれを狙ってちょっとこのしっかりと噛めるようにしてあるみたいです。はい、噛むことによって唾液の分泌を促して、まあそっちの方面でもパフォーマンスアップにつなげられるみたいな、はい、形ですね。やっぱね、こうジェルとかで素早く取れるっていうのも僕はいいかなと思うんですけど、こういったモルテンとかも多分どっちかというとそうなんですけど、若干咀嚼感があるんですよね。これがね、意外とマラソン走ってる時とかに、まああの20キロとかで食べるとこうリフレッシュできるというか、一回仕切り直しができるから、そういった意味でもこの咀嚼感のあるこういったものはめちゃくちゃいいなと思いました。しかもね、これめっちゃうまいんだよね。子供だったらこんなバグバグ食うで、多分実家ね、あの甥っ子姪っ子がね、小中の甥っ子姪っ子がいっぱいいるんですけど、そこでこうお土産でこれ持って帰ったら意外と喜ばれそう。そのぐらいなんか美味しい。あの東京のお土産って言ってこれ持って帰ったらバクバク食いそう。味がいいっすね。めちゃくちゃ味いい。
はい。まあ、そんな感じで、今回、一つ試食してみたんですけど、この素晴らしいライスピューレを参加者皆さんにお配りすることができるようになったので、ぜひね、まだ、マルオマラソン申し込み募集中です。ぜひぜひ、みんなで11月7日、ライスピューレを持って走りましょうということで、今日もご視聴ありがとうございました。